ご存知だろうか。座敷わらし。それは会うと幸せになれる幼い子供の姿をした精霊。古くから東北地方で目撃談が絶えない。その座敷わらしが現れるという旅館が岩手県にある菅原別館。この旅館では今まで宿泊した数々の客が座敷わらしに会い、不幸から一転幸せをつかんだという、例えば15億円という莫大な借金を抱えた経営者はわずか2年で完済。また30歳を過ぎても全く結婚できなかった女性は宿泊直後にまさかの出会いが不動産王と結ばれたという。そんな幸運をもたらす菅原別館にあやかりに来たのは、幸せになりに行こうか。幸せになりましょう。だろうね。去年何かと不幸だったこのお二人、座敷わらしに会えたら、うん、幸せになるんでしょう。そうなんだよ。なりたいな、幸せに。なりたいね。果たして二人に幸せは訪れるのか。早速座敷わらしが待つ菅原別館へ。あれ、ここっすか。あ、ここ、あ、あ、ここか。出世の宿。いや、菅原。わあ、なんか意外と普通な感じの。そうっすね。実は。一見どこにでもありそうな普通の旅館。しかし予約はすでに1年先まで埋まっている。幸せになれるっていうのは、はい、もちろんでございます。なれます。これは保証します。大丈夫ですよ。会いたいっすね。はい。早速客室へ。なんかちょっと空気が俺少し違うような感じが。すると。それどうぞ。お入りくださいませ。あら。うわ。すごいよ。うわー、すげー。怖いね、怖いね。ほんと子供部屋だ。大山、部屋の中にはぎっしりと人形やおもちゃが。これはどういうことなの？お客様がみんなお持ちいただいたおもちゃ、ここに飾ってます。一緒に遊びましょうということで。時間帯っていうのは、はい、もう昼間でも夜でも、うん、そんなことあるんですか？関係ないですけれども、はい、夜の方が案外こう、遊んでくれるなっていうのも、あっちも分かるし、こっちも、分かってもらえますよ。見え方ってやっぱ人それぞれ、ね、そうですね。はっきり分かる方っていうのももちろんいるんですけれども、はい、その他にも、まずはその、よく光の玉が見えましたと、見える方がいます。肉眼でも見えるんですよ。座敷わらしは姿が見えなくても光の玉となって現れることもあるという。これは宿泊客が偶然撮影した写真。女将曰く光の玉のように見えるのが座敷わらしだという。あとはですね、おもちゃです。おもちゃ、おもちゃがですね、はい、突然こう動き始めたり、リモコンのおもちゃが勝手に動いたりとか、こう回るおもちゃがぐる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 っと回ったりとか。じゃあ中村君、はい、出会えるようにちょっと頑張りましょうか。頑張りましょう。中村さん、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。いや、会えるといいな。会うと幸せになれる座敷わらしが映っちゃった。午後6時、長い夜に備え深川は風呂へ。一人だがその直後、不可解な出来事。ビビりすぎだろ。全部ついてきた。おもちゃの犬が勝手に泣き出す。
はい、座敷わらしが現れたのか。よかった。ただおもちゃのスイッチが入ったままになっていただけ。午後8時、2人は夕食をとることに。おかみさん、あれですか、はい、このご飯の時もこう来てくれたりする、はい、まあいろいろな時間帯には来ますけれども、うん、よく来るのは、うん、真夜中寝てる頃に急に寝てても起こされる時間がはっきり2時とか、きちっとした時間に起こされるんですよ。2時、3時とか。そうそうなんですよ。座敷わらしがよく現れるという午前2時まで、まだまだ時間はある。酒も入った2人、話題はあの話に。ちょっともうカメラ忘れていいですか。あ、いいよ。ちょっとね、マジに、その結婚してて離婚して、うん、で、まあ、まあね、話し合ってあれだけどこう別々になるわけじゃないですか、うん、でまた独身に戻った時の違和感とリズムの違いがやっぱこうリアルな。犬もいないんでしょ。犬もいない。猫がいない。そりゃ寂しいよ。子供もいない。子供がもういない。うちなんかも連絡とか今でもしてたりするわけよ。はい、子供がいるから、ほら、うん、子供のことだとか、もうだってそれ子供がいないし ね、 そうですね、連絡取るあれがないもんね、理由がね。なんかお互いなんていうんですか、次の一歩進んでるから。あ、そうなのよ。もうなんか幸せになってくれればいいなって。全願ってます。そうだよな、はい、なんか10年後20年後ぐらいとかに一緒にもう一回飲みたい時期って訪れるんじゃないかなっていうのはありますけどね。あ、お酒、そのなんか未練とかじゃなくて、座敷わらしに会って新たな幸せをつかみたい仲間が。午前0時、その時が近づく。テンション今日すごい高ぶってるからさ。 OKOK。座敷わらしは寝てる時に現れやすいという。2人は布団に入り、幸せの精霊を待つことに。小さな変化も見逃さないよう、セットした暗視カメラは4台。その様子は別室でモニタリング。座敷わらしの姿を捉えることはできるのか。はあ、気持ちいい。こんな、でもおもちゃに囲まれてんのもないから不思議な感じだ。そうね。そしていよいよ午前2時。中村君はこういうこう友達なんかで雑魚ネック平気でしょ。全然大丈夫ですよ。でも修学旅行みたいな。まだ室内には目立った変化はない。寝なきゃダメだよ。ダメってばっかり言うの。いや、俺もさ、いつかやからさ、マイ部屋っていうのがあるじゃん。はい。あれだと俺気使って寝れなくなっちゃうのよ。気使っちゃうって。あ、そうっすか。その時、うちに親友が泊まりきても、はい、ラップ音的な。ごめんごめん。これ、あ、言ったよ。あ、そうでした。突然部屋の至る所で大きなラップ音が頻発。ほら、言ってんもんね。すごい天井裏歩いてるって感じだよ。
そして真夜中3時、二人が眠りにつくと、ついに座敷わらしが動き出した。ねえ。さっきスイッチ切ったじゃん。ねえ。嘘でしょ。切った。切ったよこれ。夕方泣き出したあの犬のおもちゃ。しかし中村は間違いなくスイッチを切ったはず。びっくりするな。びっくりするな。いきなり切った。何が切ってるかな。これはまさか座敷わらしが現れたのか。お前全然寝つけないじゃねえよ。どんなに寝てんの。犬鳴きました。寝た。犬が鳴きました。なんか。さらに。またあのシュルワンちゃんかな。さっきこの子でしょ。はい。おお。泣いた犬のおもちゃが棚から転げ落ちた。ついに座敷わらしが映っちゃった。いやー、見たんですよ。どうだ。ねえ、本当そうだ。ちょっと。うん。無心で忘れかけた頃に。そうだよ、完璧忘れそうよ。果たして座敷わらしは二人にどんな幸せを運んだ。